私はサラです。突然ですが皆さんはバックラーという人をご存知でしょうか。仕事を途中で投げ出し何も言わず退職する、要するにバックれる人を言うのですが、今宵はそんな奇妙なバックラーに巻き込まれた人たちのお話をします。警棒未経験でも月給50万以上可能、やりがいのあるアットホームな職場。うちの会社まだ募集してる。未経験でも高級可能とかやりがいのある仕事って募集してるところなんてほぼブラックよね。しんどいわ、わさび枯れるわ。そう、私たちの会社はいわゆるブラック企業だ。原因は無理難題を押し付けてくるワンマン社長の件にある。おいそら、今朝までにやっとけっつっただろ。すいません。はあ、つっかえ。低賃金の割に仕事は過酷、上司の性格もお察しの通りのひどいありさま。先月も皆さんはノルマ達成できませんでした。成果を出せない人は給料泥棒です。今月は死ぬ気で契約取ってきてください。もちろん毎日残業してでもです。返事は？はい。一人で毎月100件の契約がノルマとか無理だよ。1日何件取れっていうの？疲れた、わさび枯れる。こんなの誰が欲しいんだろう。若高い値段の怪しげな商品を契約する仕事なのだ。ちなみにタワス水にハマっている人が誰なのか知りたい人は3月20日の動画をチェックもちゃ。しかもうちの職場には評価制度があって、社員は営業成績でクラス分けされ月給が上下するシステムなのだが、格差がひどい。私たち E クラスはいろいろ理由をつけられて給料を引かれ、手元に残るのは9万円。死ぬ気で節約すればギリッギリ生活できるレベル。 S クラスになるなんて絶対無理。毎月契約を1000件取ってくるなんて。怪しいからいらないよ。タワス水ってなんやねん、誰が欲しいねん。あー働きたくない。でも私がいなくなったらみんなが困るだろうし。はあ。こうして辞めたくても辞めれない日が続いた。そんなある日、今日から皆さんの仲間が増えました。皆さんよろしくお願いします。新入社員のエンジがやってきた。新鮮ね、あんなみずみずしい頃が私らにもあったわ。彼も働いてるうちに気を病んでいくんだろうな。しかしエンジはすごかった。契約取ってきやして。新規契約を半月でなんと2000件以上達成。無遅刻無欠席、残業も会社に住んでんじゃねえってくらいたくさんしていた。エンジ君すごいよね。初の S クラス昇進なんじゃない？すごい人間もいるもんね。いやエンジ君は本当にすごいよ。そうすか、あぜーす。すごい、マジですごい。でも給料アップしたくねえな。俺は従業員ども安い金でたくさん仕事する社畜として飼いならしたいんだが、どうすっかな。まあ仕方ないな。翌日、なんと評価制度の大幅見直しという名の解約がされた。 S クラスになるには毎月1万件達成してください。1万件！さっきのいい顔は何だったんだよ。もはやエンジンをもってしても達成は不可能。そう思われたのだが、だよ。今月合計1万件取ってきました。なんと本当に1万件の大台を達成したエンジ。マジか、給料上げたくねえな。でもこれだけ稼いでこれたなら全然お釣りが来るし、ここでエンジを逃したくない。あ、よいよし、それではエンジ君を S クラスにアップしよう。よく頑張ったね。おー、あずー、見事クラスアップを果たしたエンジ、快挙である。マジあざーす。あ、でも相談なんすけど、今月分の給料前払いしてくんねっすかね。実は家賃帯同しちゃってて。うん、わかった、頑張ってくれてるし払おう。来月も頑張ってくれよ。人間やればできるものね。私たちも頑張りが足らなかったのかしら。そうなのかもね。これ飲んだらわさび売ろうかな。でも一人で1万件もどうやって契約したんだろう。この時感じた違和感は正しかった。後日。おはようございます。あれ、今日エンジ君来てない？ダメだ、あいつ全然電話出ねえ。無断欠席かよ。あいついねえと契約取れねえじゃねえか。そして営業時間が来た瞬間、一斉に電話が鳴り始めた。はい、もしもし。なんか嫌な予感。どういうことだね。私は契約した覚えはないんだが、お宅の水が届いたぞ。顧客リストを調べたところ、電話してきた人たちは全員エンジが契約獲得した人たちだった。しかもこれってまさか、なんと全て無断で契約。エンジが勝手に訪問もしていない人と契約を結んでいたのだ。その頃、乾杯。エンジは彼女の家で酒盛りをしていた。エンジまたやったのね。いや、バックれてやったぜ。そう、彼こそがトリプル S 級バックラーエンジ。ブラック企業を転々とし、会社に大問題を仕掛けてからバックれることを生きがいとする東急だったのだ。残業したふりしたふり。俺自宅ないから家代わりにしてただけだわ。見てこれ戦利品。あのバカ社長ランクアップしぶりやがったから給料代わりにもらってやったぜ。高そうなノートパソコン、すごい。さらには会社の備品も大量に盗んでいた。ここまで来るとすがすがしいぞ。いいぞ、もっとやれエンジ。何やってるお前ら、ボケっとしてないでなんとかしろ。しかしエンジのバックレによって私の中の何かが切れた。私目が覚めました。こんなブラックで働きたくありません。今日限りで辞めさせてもらいます。ソラ、なんだと歯向かうのか。みんなも目を覚まして。目を
様。目を。は、目が覚めた。そう、我々は本来迷惑をかけられる側ではない。迷惑をかける側だ。あ、もしもし、労働基準監督署、略して労基ですか？実はブラック企業の告発がしたくて。でツイッターにさらしたら通知が鳴りやまない。な、やめろお前ら。あん、なん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 どうしてクロハとウサビはドキンを取り戻したのだ。待ってくれ。社員は全員辞め、倒産。バイバイ。もちろん経営は続けられず倒産。普通の会社なら園児を探して損害賠償請求するのだろうが、ブラックさが知れ渡りすぎたため現社長は泣き寝入りに。無断契約はもちろん無効。資材を差し押さえられ、今まで契約してきた人たちにも全額返金された。そして絵を描くのが好きだった私は商品開発会社に転職、デザインの仕事を始めた。ソラさんのカッパのデザインほんと可愛いよ。いつもありがとう。疲れてない？よかったらこれ。みんな飲み物買ってきたよ。ソラさん何がいい？プロテインもあるよ。うわー、天国かよ。今は給与もよく、とても心地の良い会社で働いて